トランスワープキーを手に入れたテラーコンたちは人里離れた場所にある活火山へと集まり、ワープゲートを開き、この地球にユニクロンを呼び寄せようとした。一方、テラーコンたちの居場所を駆けつけたサイバトロン戦士たちはすぐさま現場に急行。次々とテラーコンたちを通し、なんとか彼らの野望を阻止しようとしたが、テラーコンのリーダースカージの計らいによって、サイバトロンのリーダーコンボイとマキシマルのリーダーオプティマスプライマルがトランスワープキーの力によってスカージもろともユニクロンのいる別の宇宙へと吹き飛ばされてしまった。果たして我らが二人のリーダーは助かるのだろうか。どうなんだいライノックス、ワープゲートは開けそうか。さっきの1回分でエネルギーを使い果たしてしまったんだな。しばらく経ってからではないと再びワープゲートを開くことはできないんだな。しばらくってどれぐらいだよダナダナおじさん。こうしてる間にもコンボイとプライマルはスカージに襲われているかも。もしくはあのユニクロンに襲われている可能性も十分に考えられるわね。コンボイ司令官、プライマル、あなた方は今一体どこへ。そしてワープゲートの向こうへ飛ばされたコンボイは、ここはどこだ。我々マキシマルの故郷、惑星エネルゴアがあった場所だ。その声はプライマル、無事だったのか。ああ、この通りだ。おう、プライマル、その姿は。これが私の、いや我々マキシマルたちの本来の姿だ。惑星エネルゴアから脱出する際、ユニクロンの不思議な力によって我々はあのチャチな姿にと変えられてしまったのだ。我々が本来の姿でいられるのは故郷であるこの宇宙空間の中だけなのだ。そうだったのかプライマル。さあ急いでスカージを探して奴を倒すんだ。我々二人の力で。おう。しかしなんともひどい場所だ。ここもユニクロンによって食われた惑星の残骸だというのか。もともと我々の惑星は地球と同じく自然が豊富な惑星だった。だが、すべてはユニクロンによって食い尽くされてしまったというわけだ。そうだったのか。だからこそ、我らの第二の故郷である地球を、絶対に惑星エネルゴアの二の舞にしてはならない。わかっているともプライマル。そのためにまず、スカージを倒さねば。うわぁ、やれるものならやってみろ。おのれスカージ、どこだ？隠れてないで出てこい！ここだ。うわぁ！コンボイ司令官！おのれスカージめ！コンボイ司令官、左だ！おう！トウ！そんなバカだ！どうしてスカージが空を飛べるというのだ！ふん、愚か者どもだ。ここは反重力空間。重力による縛りが薄い空間では宙を舞うことなどたやすいことだ。おのれスカージめ！バカめが。でーおーかっねえ、な、何を。こんなもので私を倒せると思っているのかコンボイよ。なんということだ、私の剣が折られてしまった。くれお。ふふ苦しむがいいコンボイよ。コンボイ司令官が危ない、私も加勢するぞ。どんなものだスカージ。おお、強い。なかなかやるではないか。だが皮肉なものだな、オプティマスプライマルよ。貴様の師であるエイプリンクを殺したこの大地で、今度は弟子である貴様を殺すことになるのだからな。いや、それは違うぞスカージ。エイプリンクが貴様によって殺されたこの場所で私は彼の仇を取るのだ。ほざくね。ブーうおーたーたー
どこへ消えた？ブレア！うわー！プライマル！次は貴様の番だ、コンボイよ！うわー！宙を舞う私に攻撃を食らわすようなどと、100万年早いぐらい！うわっ！まずは貴様から始末してやる。覚悟しろ、コンボイ！おい、カンザスカジ、変身！な、何？変身だと？巨大な銃にトランスフォームするとでも言うのか？おお、プライマルが巨大なロボットになった！スカジ、お前の野望もここでおしまいだ。覚悟してもらうぞ。黙れ、プライマル！うわコシャクなオプティマスプライマルが、ブレーク！コンボイ司令官、私の斧を貸そう。受け取れ。受け取ったぞ、プライマル。おのれ、少し。オプティマスプライマルよ。ああ、そうだな、コンボイ司令官。これでテラーコンどもの野望もついえたわけだな。だが、我々はどうやって元の宇宙へ戻れば。その心配はないぞ、コンボイ司令官。あれを！お！ワープゲートが開いている。ライノックスたちがトランスワープキーを再起動してくれたんだ。さあ、ユニクロに気づかれぬうちに元の宇宙へ帰ろう。ああ、そうだな、プライマル。急ごう。コンボイ、見事に我が配下のスカージを倒した。その実力は称賛に値する。我に従え、コンボイ。望みは何でも叶えてやろう。望みだと？私が望むのは貴様の死だ。今は生かしておいてやるが、いつかは必ず貴様を倒しに来る。その時まで首を洗って待っているがよい。そして、だ、あれは戻ってきたぞ、諸君。イエーイ、やってたスカージを倒したんですね。ああ、その通りだ、アーシー。しかし、プライマル、やはり君はその姿の方がしっくりくるな。どういうことだ、コンボイ司令官。二人とも無事でよかった。本当に。心配をかけてすまなかったな。
しかしコンボイ司令官、スカージが倒れたからといってこのワープゲートがある限り、テラーコンたちはまたこちらの宇宙へユニクロンを呼び寄せようとしてきます。プライマル、では仕方ない。トランスワープキーもろともこのワープゲートを破壊してしまおう。そしてサイバトロン戦士ファイヤー。これで我らの宇宙へ通じる道は一切閉じられてしまった。だがこれでユニクロンがこちらの宇宙へ来ることもできなくなったわけだ。そして本当に行ってしまうのかね、サイバトロンの諸君。ああ、我々の真の敵はテラーコンではなくデストロンだからな。今は奴らの頭であるメガトロンが行方不明のため、あまり奴らに大きな動きはないが、いつどこでメガトロンが再び現れるかわからないからな。そうか、そういうことならば仕方ないな。それでプライマル、君たちは一体これからどうするんだい？我々はこの地球で第二の故郷を作ることを考えるよ。この美しい地球を惑星エネルゴアの二の前にするわけにはいかないからな。ではここからはお互いにそれぞれの道へ進むというわけか。そういうことだ。だが再び会える時を楽しみにしているぞ、サイバトロンの諸君。ああ、我々もだよ、マキシマルの諸君。それまではしばしの別れというわけだな。よし、サイバトロン戦士トランスフォーム。我々の任務に戻るぞ。はい、さらばだマキシマルの諸君。いちまったじゃん。さあ我々も自分たちの任務へ戻るぞ。はい、己マキシマルどもが。だがこれで終わりではないぞ。こうしてテラーコンたちの恐るべき野望はサイバトロンとマキシマルの協力によって打ち砕かれたのであった。まで見てくれてありがとう。よろしければチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。画面真ん中に表示されてるアイコンをタップまたはクリックするとチャンネル登録ができるよ。それでは次回の動画もお楽しみに。さよなら。